本日はですね、こちらノースフェイスの大人気ジャケット、マウンテンライトジャケットをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、毎年毎年ですね、春になると、このマウンテンライトジャケットの新色が出るんですよ。今年の新色、どんな色なのかなということで、特に注目されているのっていうのはね、こちらのブラウンなんですよ。ブラウン系の色って、毎年微妙に変わってて、いや、微妙に変わるの、そんな意味ありますのというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、後で見てください。同じノースフェイスといえども、ブラウンでも全然色味違います。こんな色違うかったら、だいぶイメージ変わりますよねなんていう話になりますのでね、見ていただこうかなと思うんですが、まあ、一応本日の流れとしてはね、まず外観パッて見てもらいます。まあ今見えてる範囲でもそうなんですけども、色味っていうところがね、ちょっとネットで見てる色味と若干違うかったんですよ。ネットで見てる時はね、もうちょっと薄い感じのちょっとまあ茶色系っぽいんですよね、見てる感じが実際届くと。だからその辺ちょっと違いますね。黄土色っぽい感じっていうかね、黄土色っていうか大体色っていうかね、まあその土っぽい色味なんですけど、そんなん見てもらって、で次着用していきます。でその後ね、まあ特徴とかサイズ感とかっていう話もするんですけども、マウンテンライトに関してはそんな細かくしません。今回特に色味をね見ていただこうと思っておりますので、まずはね、アップで見ていただこうと思います。今ねこちら皆さんに見ていただいている色味っていうのは若干ちょっと薄く映ってるんで、まあ、光の加減とかもあったりするやろうし、こっち側に行くと濃くなって、この色味が一番近いかもしれませんね、この辺の色味。だから僕のね髪色の方がちょっとクリーミーな感じですよ。どちらかというとこっちの方がなんかクリーミーな感じする、ケルプタンっぽいねって感じなんですけど、これはねもうちょっとミリタリー感のあるような、イメージかなと思いますので、次着用していこうかなと思います。はい、ちょっと移動してきました。この色味一番近いかもしれないですね。このちょっとね、僕も今横のモニター越しで見てるんですけど、この色味がね一番綺麗な写り方してるというか、実物に近い、写り方してますけども、着用していきたいなと思います。いや、いかがですかね、この着た感じ。まあ男っぽい色味やから合わせやすいっちゃ合わせやすいんかな。パンツはね、まあ黒パンとかになってくるでしょうね。まあパンツがね、もうどうしてもこれでベージュっていうわけにはいかんでしょう。ベージュしてもたらね、まあちょっとどうですかってなってくるんやから、やっぱこの黒ぐらいでねしっかり締めるのがいいんかなと思います。どうですかね、色味的には。ノースフェイスとかにね出てる色味ってね、そのさっき言ったねブラウンっていう絵でもね全然違うんですよ。例えばこれキャンプシェラショートって、確かに肩のところにノースフェイス入ってますよね。全然茶色でも色違いますよねなんていう話もしてたりしますし、それ以外にあったらもうちょっと薄い色あるのというと、大人気のこちら、ケルプタンという2019年かなぐらいのモデルの色味なんですけどもね、それとこうやって比べると確かに若干色味違うでしょ。今回のマウンテンライト新色の方が濃いイメージというかな、こう淡いイメージっていうか、ちょっと男っぽい黒っぽいイメージ、辻っぽいイメージなんでね、まあ、両方とも若干違うよねなんて言ってて、じゃあ他どれが似てるんかなと思ったりしたらね、このナンガのやつとか持ってきたんですけど、ナンガの方がもうちょっとクリーミーなね感じがしますよね。まあもうちょっとクリーミーな感じするんだけども、やっぱブラウン系ってね若干色味違うだけでね全く別物になるんですよね、イメージが。なんか例えば今これとかやったらちょっと男っぽい感じじゃないですか。で次にね、このナンガのクリーミーな感じ合わせるとちょっと上品な感じというかね、綺麗めなイメージになるでしょ。そして次ケルプタンこっち持ってきても、若干ちょっとイメージ優しくなったねって、こっちの方がちょっと男っぽいイメージだけど、こっちはちょっと優しいパクゾーバージョンじゃないですかって思うじゃないですか。そして次ね、この色になったらこれキムタクやないかいと、これ何回も言ってますね、これになったらキムタクやないかいってなるでしょ。でこんな感じでね、やっぱブラウンはブラウンというよりも色味が若干違うっていうことで、男性の方ってね見える色少ないらしいんですよ。女性の方の方がね細かい色の違いって分かるんやけども、男の人はね一緒やないかいと、これもうどうせ全部茶色茶系やないかいってなるんですけど、女性の方から見ると、いやその茶色はデートで着てこんといてってなるんやけども、こっちの茶色やったらいいよってなったりするので、その辺のね境目はちょっとややこしいんですけども、若干ね色味は違うということで、これでイメージね持っていただけるんじゃないかなと思います。で次はね、じゃあ仕様についてなんですけど、まあ特にですね、今までこうやって出てたマウンテンライト、これ全部マウンテンライトなんですけど、それと違いはございません。もう性能とかもほぼほぼ一緒やし、なんやってねここで語ることほんまにないんでね、まあ以前動画で視聴者さんが見るねマウンテンライトとマウンテンジャケットの違いみたいなところは動画にしてたもう永久保存版のやつがありますので、その気になる方はそっちを見てください。性能とかに関してはそこで喋ります。でここではね特にもう性能とか喋るつもりないし、あこんな色味なんやなと。で僕マウンテンライトについてはもう散々喋ってきたので、ね、もう自分自身がちょっと飽きてきてると。マウンテンライト喋りっていうのは、ね、もうちょっともうしばらくいいかなということで、 2,3 年ぐらい封印した後にまた喋りたいなと思ってるんで、まあ性能はそんな感じで、次じゃあサイズ感どうなってるんですかって、サイズ感も気になりますよね。これ XL サイズで L サイズで M サイズでっていうことで、 ML、XL って3つあって、これもね L で今回着てるんですけど、今ねパーカー着た状態じゃないですか。で例えばこれをフリースに変えてみ
みたりロンティーに変えてみたりしたら、あ、じゃあどうなるんですかっていうのもですね、以前動画作らせていただいております。なので、ね、そちらをぜひぜひ見てください。それに関してはロンティーで着てるバージョンもあるし、フリース着てるバージョンもあったりしますし、インナーダウン着てるバージョンもあったりして、なんやったらね、街中で撮っております、お外で撮っておりますので、よりイメージしやすい、この室内じゃなくて外で撮れるね、イメージしやすいかなと思いますので、ぜひぜひそちらの動画もねポチッと見ていただければ嬉しいかなと思いますので、今日はね、この辺で終わっていきたいなと思うんですが、こうやって並べると綺麗ですよね。2021年去年の春夏モデル、そしてこちらも、去年の春夏モデル、そしてこの水色のが去年の秋冬モデル、そしてこれが今年の春夏ということで、またおそらく今年の秋も買うことになるでしょう。皆さんもね、性能があんまり変わらへんから、ほんまに気に入った色のタイミングでねポチって買ってみるっていうのがね一番いいかなと思います。同じジャケットだけども、カラーがちゃうだけでね、こんだけイメージが違うということになっておりますので、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、マウンテンライトジャケットを購入してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。